こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の関田です。今日はハンマリングとプリングについての2回目の動画ということで、プリングオフについて、解説をしてみたいと思います。まずプリングオフはどんな奏法かというとですね、ハンマリングの時と同じ運指を使いましょうか。2弦の5フレットに薬指を置いてピッキング、そしてこの薬指をうまく弾いて2弦の3フレットに置いてある人差し指にパスすると、これですね、まあ簡単に言えば薬指を引っかいて人差し指の音を出してあげる、そんなようなことです。でこれが、すぐ真似できた人は多分この動画も必要ないと思うんで、ちょっと他の動画に、進んでみてください。でこれがうまくできない人、大抵ですね、これがうまくできない人はもう単純に薬指の動きがあまり良くないですね。この薬指を単純にこうやって上の方向に宙に浮かせてしまうと、これはもういつまでたっても人差し指の音が出ません。うん、なんでコツとしてはこっちの斜め方向ですね、角度的にこんな感じでしょうか。薬指をこっちの方向にちょっと力を加えてあげるんですね。指板の方にも力を加えてあげながら下方向にも、ずらしてあげると、そうするとこう2弦を引っ掛ける形で、わかりますか、薬指をピッキングしてこう斜め方向に引っ掛けてあげると、うん、まずこの動作をゆっくりやってみてください。引っ掛いた後は、薬指はもちろんこっちの方向に力が加わってますので斜め方向ですね、必ず指板に当たるようにやってみてください。斜め方向で、これがうまくできないときはまずですね、力を入れすぎが一つ大きな原因ですね。このまま薬指がなかなか外れなくて、でチョーキングしてしまってバチンって外れちゃうのは、これはちょっと NG です。かといってこうしてソフトすぎて全然引っ掛けないのも NG です。いい具合に少しだけこうプルンとした感じで引っ掛けられる力加減というのをちょっとこれ探してみてください。でそれができるようになったら、多分空中さんはほっぽってしまってもこの引っ掛く動作っていうのはなんとなく感じをつかんでると思うんで、できるようになるかと思います。その力加減ですね、ハンマリングと同じように、あるときはこういうフォームで、あるときはこういうフォームで、でフォームをバラバラにしてしまっている人もよくいるので、あんまりにもうまくいかなかったらちょっとフォームを固定して薬指だけ動かすか、感じでこの斜め方向にずらして、見てください。で最後にまたこれも練習フレーズをちょっとやってみましょう。ハンマリングと全く逆の動きをします。3号、2弦の3号です。プリング。そしたら1弦で、プリング。というような感じですね。で、これも、もし余裕があったら、1フレットずつどんどん上げてみましょう。といった感じですかね。でこれも、あれですよ、早くする必要は全くないので、まずはゆっくり確実にしっかり音を出すのを確認して、どんどん自分なりの速さを、追求してみてください。自分の速さというか、どんどん速くしていってみてください。そういうような感じですかね。ハンマリングとプリング、これは鍵盤とかにはない独特のニュアンスの、ギター特有といっても過言じゃないくらい、いいというか必須テクニックなので、必ずマスターしましょう。